ギャラリー正面展示フロアーギャラリー5つは東京都文京区千駄木にある現代美術ギャラリー。富士テレビギャラリー設立に参加し、そこで1970年より20年間チーフディレクターとして活動した五筋道康が1990年にオープン。日本の現代美術業界でも評価されているノータブルギャロリスアートミュージアムの一つ。 第二次大戦後のフランス人アーティストの展示を中心に多彩な活動を行っている。1960年後半より1970年代にかけて南フランスに新しい美術運動として台頭したシュポール・シュルファスのアーティストを熱心に扱い、美術館、企業、コレクターに作品を紹介、多くの作品がコレクションされた。取扱い作家はクロード・ビアラ。 ルイカーヌ、ジャンピエール・パンスマン、ダニエル・トゥ・ズーズ、また、同時代の作家、ジャン・ミッシェル・ムーリス、ジェラール・ティチュス・カルメル、ピエール・ビュラグリオ、ピエール・スーラー・ジュ等。また、日本の現代美術作家の国内外での紹介を、積極的に行っており、とりわけ、アイオー、野田哲也の作品は、同ギャラリーにて頻繁に個展が行われている。最近では、フランスのギオーム・ボタージ、 日本のスケナリ・カツエ等、若いアーティストにも力を入れていれ、今なお、現代美術の先駆け的存在として対等している。取扱いアーティストの中には日本を代表する、アーティスト C をはじめとする日本の現代、美術アーティストも少なくない。ありがとうございます。